こんにちは、リンパケアサークルイルフアのわしみです。最近お肌の調子がいまいち、乾燥が気になる、なんだか肌がゴワゴワする。実は今8万6000人以上の方が秋の肌トラブルを抱えているんです。皆さん、秋ゆらぎという言葉はご存知ですか？実は秋は1年の中で最も気温差が大きい季節、夏の強い紫外線によるダメージ、急激な気温の変化、乾燥による肌バリア機能の低下、花粉や PM2.5 の影響、これらが重なってお肌は大きなストレスにさらされているんです。今日は私たちの肌を守る4つの黄金ケアをご紹介します。前回ご紹介したセルフケアとスキンケアを足したものになっていきます。スキンケアは清める、沈める、潤す、眠らせる、それぞれのパートでスキンケアプラスセルフケアを足していきます。まずは清めるです。具体的にはクレンジングと洗顔になります。クレンジングにしても洗顔にしても同様なんですけども、肌に直接手をゴシゴシ当てるのではなくて泡を肌に当てる、要は手と肌の間に泡がある状態でしていただきたいんですけども、それを前回やったラインですね、まず最初にスキンケアをする前に選ぶところをちょん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 と撫でていただいて、でその後に5ラインですね、さっき前回やったみたいにこめかみからエラの方にさーっと塗っていく、でほっぺたからエラにさーっと塗っていく、で口角からエラにさーっと塗っていく、顎はまあ下まで塗ってる場合だったら首までかかるんでしょうけど、ここから上でしたらこちらはなくても大丈夫です。あったらあった状態と思っていただいて、この顎の下と前を 1,2,3,4 という具合にまず塗ってもらって、その後にクレンジングとか洗顔でまたわーっと全体を洗ってもらって、で落とす時もまたバシャバシャバシャって取って、洗い流した後にまた同じラインで1ライン4回ですね。このこめかみから 1,2,3,4、 ほっぺたから 1,2,3,4、 口角から 1,2,3,4、 顎を 1,2,3,4 という具合に、実際に塗るとき、あと落とした後もそのラインで撫でるようにしてください。全体を洗いにくいと思うので、それをした後に自分の普段の、それも余白ですね、泡を間に当てて洗っていただいて、洗い流した後もその最後にそのラインで洗い流すようにしてください。2番目の沈める、こちらは化粧水になります。水分補給ですね。でこれも同じで化粧水をつけてもらったら、こちらですね、同じようにこの1ラインをこのラインで撫でていく、でつけて、もう薄くでいいですかね、薄くつけてもらったら2ラインを撫でる、で薄くつけてもらったら3ラインを撫でる、で薄くつけてもらったら4ラインを撫でる、で首まで塗る人は5ラインもするようにしてください。でこの状態ですね。でこれで1回で塗れて終わったらそれでいいんです。自分で気になるようでしたらこの辺とかもファーッと、それ以外のところも撫でてもらって、撫で終わったらまた同じようにさあ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 というふうに、こめかみから 1,2,3,4、 ほっぺたから 1,2,3,4、 口角から 1,2,3,4、 顎を 1,2,3,4、 首を 1,2,4,5,6,7,8 という具合に塗るようにしてください。続いて3つ目が潤すですね。こちらは潤し方が人それぞれあると思います。化粧水の二重塗りだったり、美容液を使う方もいらっしゃると思います。どちらにしても同じなんですけど、先ほどと同様でもう一回塗って、シャ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 と塗っていく、こめかみからエラに塗っていく、ほっぺたからエラに塗っていく、で口角から塗っていく、顎を塗って、最後首まで行く人は首までっていう具合に、化粧水を塗ったのをもう一回そのラインで撫でていってください。まあポイントとしてはまず最初、先ほどの前の段階と同じなんですけど、まず1回目はそのままシャーッと塗って、で塗ったものを2回目でなじませるイメージで、サッ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 サーという具合に撫でる感じでするようにしてみてください。で最後4つ目が眠らせるですね。こちらはクリームになりますね。クリームもまた同じなんですけれども、クリームを軽くつけて、こめかみからに向かってサーッと塗る、で4回ぐらいですね。でほっぺたからにさーっと塗る、で口角からエラにさーっと塗る、で顎をまたさーっと塗って、首全体をさーっと塗る、で薄く塗って、まあ塗り足りないところまた補助的に塗ってもらって、さーっと全体的に塗ってもらって、全部塗り終わったら今度新たにつける必要はなくて、なじませる意味でこちらからさっさっさっさというふうに、こめかみからエラで、2番目はほっぺたからエラ、口角からエラ、
顎を塗って首全体という具合にここまでするようにしてください。でこれで4段階の清める、沈める、潤す、眠らせるの4つのパートのスキンケアプラスセルフケアによって揺らぎに備える肌を整えていきます。今日お伝えした4つのケアポイント、明日から早速始めてみませんか？今回の動画が良かったと思った方はチャンネル登録をして、ぜひ次回の動画もご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。